どうも、よい風景です。ブラッドステインド・リチュアル・オブ・ザ・ナイトの実況プレイです。永久評価の探索と、まあ、前回ボス倒しましたけど、まだ行ってないとこありますよね。そこをまず見ようかなと。まあ、ちょっとかなり危険なんで気をつけていきたいところですけど。この右ですよね。もっと先か。これはちょっと倒しておく。うん、使いやすい。こいつ買ってないんだよな。ちょっと待って、うん、連続でヒットさせやすい。そこいるから気をつけないと。斧の回避追いかけて焼いて、よしよし。で、こっちまだ見てない。ギーガストライマーずっと使い続けてますけど、これ使うか。これ鍛えてきました。これ前回某一族っぽいやつ倒した後に練習したやつ。ちょっと待って、それでも元からか。クリスタル、うん、じゃあその左下か、こっち。いやでも、あ、そうかこれで進むのか。これずっと進んでいくんだな、きっとな。壁壊れたりするのかな。ここじゃ使えない。MP 消費あるっぽいですね。なんか壊れる壁とかあったりするのかもしれないな。どうする。これで便利だよね。これね、だいぶ便利です。そこ壁が壊れるわけではない。非常にこう壊れそうに見えますけど、敵はいないですよね。あ、ここ割れるか。うん、弾丸ね。そこボス、ここセーブか。よし、じゃあシャード変えます。よし、装備的にはまあ割と攻撃力重視な感じになってますね。よし、じゃあちょっと飛んでみようか。あら、これは本格的に戦う感じだね。問答無用な感じかな。役に立ちませんわね。さすがアルフレッドも恐れた最適合者といったところかしら。その姿、私たちと同じ結晶を。私もヨハネスもあなたのことを信じてたのに。ありがとうと言ったらいいかしら。おかげで錬金術の知識も、この結晶をコントロールすることも、すべて手に入れることができました。そうそう、あなたにお礼を言わないと。持ってきてくれたシャード、すべて私の力になっているのよ。あの売却してるやつか。ああそうなんだ。どうしてこんなことを。今回もそう、悪魔の出現に神は姿も見せない。そして神の代行者たちが悪魔に無残に殺されるのよ。本当に神なんているのかしら。神という名のもとに得体の知れないものを崇めさせ、そしてその力を使わされる。こんな馬鹿げた話はないわ。私はその神と呼ばれる存在を憎む。だからそれを超える力、神を殺せる力を求めたのよ。そんなことのためにどれだけの人たちが。力なき者は死んで当然よ。でもまだ私も望む力を手に入れたわけではありません。今回の騒動だけじゃ足りないっていうの。
今回の召喚で足りるのでしたら、わざわざあなたを呼ぶこともないわ。ジーベルの結晶では必要な悪魔を呼べなかったのね。だから私の結晶が必要になった。賢い子は好きよ。ただあなたの結晶は綺麗すぎた。だからシャードを手に入れさせ、悪魔の力と馴染むように仕向けたの。あとはジーベルとの戦いで疲弊したあなたをグレモリーが支配するだけだった。思ったよりだいぶ悪い人だね。残月さえ私を裏切らなければ。彼は裏切ってない。正しいことをしただけよ。正直ここまで追い詰められるとは思いませんでしたわ。残念ですが、一番使いたくなかった切り札を使うことにしますわ。なんだろう。私の結晶とロガエスの書の力で最強の悪魔バイルを召喚します。そんな無茶な。無茶かどうか教えてあげるわ。10年前にジーベルが生き残った理由。ジーベルと何の関係が。彼には私と同じエクソシストの血が流れていましたの。その血の力が結晶の侵食を抑え、結果命を落とすに至らなかった。今の私は絵の具文字で結晶自体もコントロールしている一時的なものですが、この方法ならどんな強力な悪魔を召喚し刺激できます。でも召喚が完了するまでまだ時間がかかるみたい。それまでに私を倒せるとでも。あなたは力の使い方を間違っている。力に溺れ力の使い方を考えていない。そんな人間に負けられない。よしと、じゃあこれでいくか。あ、リーガストレーマーだ。売却した覚えはないけどな。強いですよ。思ったよりだいぶ強いですよ。あーっと、どうするどうするかな。あんまり使わない方がいいかもな、シャードは。たのかな。いや、なんか起きたの。なんだったの。ダメだ、ガードできない。よし、仕方ありません。我が呼びかけに応じよ。ファイル。とりあえず追い詰めたね。さすがにこれで勝てないから回復使うね。でけーでけーカメラ目線。まあとりあえず、まあ、全部使っちゃおうか。装備どうする。ちょっと待って。とりあえずシャドウルーインピーク。
あ、どっかにいる。あ、てかあそこに頭刺さってんじゃん頭刺さってんじゃんドミニクどうにやればいいか。あー、ダメだ。うん、よし。まあ、とりあえずさっきと同じ感じですね。HP の残量的には。よし。じゃあまず回復をしていこうじゃないか。厚かましい顔してる。まあ、とりあえずこれで。とりあえず頭にはダメージがあるらしい。シャード変えるかな。エイミングシールドじゃなくて、まあ、せっかく鍛えたんで両にピークで。ドミニクがいるところを狙っていけばいいのかな。そういうことですね。そんなこともないのかな、わかんない。どこ狙えばいいかわかんない。本体っぽいとこ狙えばいい。どこを狙うべきなのかルールが分かってないダメージは通るみたいです。ちょっとね、全体を打てるのに打ちようか。あとはエーテルって使ったことない。あ、全然回復しないねこれね。あと剣でいくか。あ、なんだこれ。アイテムのこう使い方が微妙だよね。ちょっと邪魔するな。にするか。これでいこう。やっぱり無知優秀ですね。これで回復しようがないんだよな。もっと大きく回復行動するべきなのか。しかも着地点爆発するんじゃない。この程度邪魔するな。わあ、なんか来た。届かない。あれ、ダメージがない。届かない。え？あ、当たるね。大味すぎてよくわからないです。端っこにいれば、ここにいればダメージ通るのかな。とりあえず足場っていったらね。ルールがよくわかんないまだ把握してない。バーとしてハイポーションを使う。回復アイテムはどうしようかな。腹ごしらえしていくプリンもつけちゃう。
与えましょう。ガラナ届くさ。あいつインパート使えるな。インパートしてた方が逃げやすい気がしてきた。なるほど、だいたいこうバイルこう弾打ってくるポイントって決まってるっぽいですね。ちょっと待って、あーっと変なとこはジャンプしちゃった。これ邪魔邪魔、回復していくか。フライドフィッシュでいきましょう。ピザはもったいないな、まだな。あとスプーンチケーキを、カロリー取りすぎですけど、ラスボスは別腹なんで大丈夫です。回避しづらい。ダメージどれでもいいのかな、しかも3体別々なのか、どうなってんだろうな。 HP 共有してるのか、これ怖いですよね。やっぱり基本的に反転してた方がいいかもしれないな。ルインピーク使ってっかな。ルインピークじゃなかった、こっちだった。ルインピーク、届いてない。エーテル作った方がいいか。なんかエーテルとか必要だったね。作ってくればよかったな。やってか買ってくればよかった。さっき初めて使いました。よし、しかしタフな敵だなこれ。あ、いや倒してるっぽいな、残ったのはこいつだけみたいな感じかな。ちょっと待った、ピザの出番、さすがにカロリー高いな。あともうちょいっぽいですけど、あ、やっつけたかな。回復アイテム総動員でしたけどまあ縛ってるわけでもないんで。なるほど、最後ユニークだったね。こいつがラスボスだよな多分な。あ、ノコノコ来たな。うざつが上がらない感じ出てるよね。信じていたのに残念だ。ええ、そうだ、ロガエスの書、すべての始まりの書。どうするの。師匠がやろうとしていたことを僕が代わりにやる。このために師匠は城の要部分にあらかじめ絵の具文字を刻んでいたんだ。これからロガエスの書を使い、
城の中枢であるここで術式を行う。そうして刻まれた絵の具文字と連動させ、城と悪魔たちを元の場所に戻す。アルフレッドはそんなこと。いい人だったんだね。さあ始めるよ。ミリアム、少し下がっててくれ。第一印象がいかに重要かみたいなとこあるよな。本当はいい人だったのに悪魔役なんだ。これでクリアかな。そうだね、本当によくやってくれた。でも犠牲も多かった。ジーベル、残烈。ジーベルが結晶に侵食されて君がどうこうできる状態だ。そして師匠の残烈は自らの信念のもとで戦いを見た。その誇り高き意義賞賛に値するものだと。そうよね。まだ悪魔の残党が残っている。悲しむのは全て終わってからだしね。そういえば師匠が君の結晶の侵食を抑えている術式を見て僕にヒントをくれた。もしかしたら結晶を完全に食い止める方法を見つけられるかもしれない。本当に？約束はできないけどね。頼りにしてるわ。期待には応えるさ。瓦礫の音ずっと続いてるけど大丈夫かな。いや、とりあえずクリアしましたね。いや、すげえ面白かったこのゲーム。いやー、待ちに待ったところありますからね。でも残月も死んじゃったって言ってるけど、でも分かんないよな。前作の最後に、まあ、でも前作はでもこうマルチエンディングなところあったけど、ね、残月の行方がよく分からなかったところもあるんですよね。どうなんだろう。これね、次回作期待ですよね。このシリーズ続いてほしいですね。いや、面白かったな。本当面白かったです、このゲーム。で、多分繰り返しこう遊べる感じだと思うので、多分なんか出るんだろうね。プレイアブルキャラクターが他にもいるみたいな情報あるので、それ見てみたいかなと思ってますね。あと、まあわざとでもないけど、あの銃使わなかったんですよね。もっとなんかそういう使ってないものを使ってクリアとかもやってみたいかなと思いますね。はい、まあせっかくだからね、最後にあれやりましょう。わっしょい、こっちだよなきっと。まあ多分これをこうすればやっぱりあ、突き抜けちゃったね。今回は何もなさそうだね。なるほど、怒ってるかな。本を借りていく。大丈夫そうだね。はい、じゃあ今回はここで終わりします。ご視聴ありがとうございました。